床、大理石あるじゃないですか、それをフローリング、はい、フローリングしていこうじゃないかと。なあ、まあまあまあ、見せてください。早くやりましょう。ナヤさんが今ね、隣の部屋にいるんで。はい、皆さん、上場企業の社長基本ハゲ、よろしくお願いします。ハゲでしょ、ハゲでしょ。いや、そんなことない、ハゲでしょ。お前の親父はハゲてへんやん。上場企業の社長じゃないねんから。ということで、ちょっと今日なんですけど、ちょっと告知動画で、これ多分下手したらもう30秒ぐらい、1分ぐらいで終わる動画なんですけど、告知動画だけやっていきたいと思います。明日18日からなんですけど、22日までこれ5日間、20時から、毎日20時から21時まで1時間、僕はまたライブ配信やるんですよ、17の。これやるんですけど、ラファエルプロデュース監修オーディションということで、もう僕ってさ、プロデュースとかコンサル入ってるっていう感じがあるじゃないですか。まあまあ、まあ、感じないの？感じは、まあまあ、感じあるでしょ、僕は。あるじゃないですか。大体ないよ。ないよ。僕らが2人いるってことはどうですか？来ましたね。またやっていきましょうか。やりましょう。来ましたよ、この時間。はい、今日はやりたいのは、はい、何すか。まず、まあ、前ジャブって言ったじゃないですか。そうですね、前回のやつで、ラオさんが2時間ぐらい多分見ると思うんですよ。プロデュースするんで、せっかく見ないとね、それはダメですからね。で、その時に床、大理石あるじゃないですか。あのリビング、リビングの大理石、はい、それを、はい、綺麗なパワー、フローリング、はい、フローリングしていこうじゃないかと。ここで見てる間に俺らの裏で、はい、フローリングに変えるっていう。だからもう開けて出てきた瞬間フローリングになってるっていう。フローリングは、まあ、まあまあなくもないですけどね。なんで今回は17で、はい、まあ、将来をですね、まあ、あの有名になる、まあ、方法を教えますということで、5日間連続で17ライブやるんですけど、今有名になりたい人、まあ、もちろん17ライブでの話なんでライバーになってくるんですけど、有名になりたい人を僕がコンサルしますみたいな、教えますみたいな、もう本当に有名にしていきます。歌いたいですよ、来ました。 あれ歌で挫折した人ですよね。まあ近いかもしれないですね。歌作ってましたよね。だから僕に出会ってないから、その時会ってないから。なるほど、会っちゃったから。もう今会っちゃった。あ、会っちゃった。なるほど、会っちゃったから。会っちゃったら、会っちゃったら、もうそれ、俺できますから、僕はそういうのできますから、1日目から4日目の配信まで1名ずつ合計4名がラファエルのライブに、ライブ配信に出演し、まあライバーの全てをアピールすると、ライバーはね。まあ、一覧ライブしかやってないですから、ライバーっていう方になるんですけど、本来この子たちがもっと先の何かをやりたいっていうのは別でありますよ。まあ、YouTube やりたいって言ってる子もいるかもしれないですし、わかんないですよ。まあ、このちなみにもう人は決まってるんですけど、この中で誰をプロデュースするか、ゼロなのか全員なのか、何なのかわかりません、これは。そういうことですか。まあ、まず18日、ヒピータン。これ有名な方です。僕の動画にも何回か出てます。2日目がアーティスト志望の、フーミニアさん。そんな言い方で。北斗の剣でザコが潰される時の音ってたね、今。ふにゅって言ったね、今。で、3日目が20日ですね。コスプレアーティストということでね。サナナンバナナンさんですね。これ、もういきなり名前変えろっていうところからいきなり言います。いや、そんな。21日なんですけど、歌手志望ということで、野村さんということで、で、5日目にプロデュースするライバーを決定。はい、こういうジャンルでやってますから。これは皆さん、ぜひ。フローリングにしちゃいますか。フローリングにします。ビビりますよ。あれ家間違えたみたいになりますからね。さっきまでいたんですよね。そう、さっきまでいた。そうそうそう、いきなりリフォームされてるっていう。そういう感じの。でもこれ結構ラマさん見てる間にささってやんなきゃいけない。ちょっと結構大変。いや、そうですね、1時間ぐらいあるって言っても、まあ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 、ちょっとこれ頑張ってやらんとなっていう意気込みを込めてのこれ。あれさ、ほんまに買いたいですか。正直冷たい、冷たいんで、汚れも目立つし。そう、汚れも目立つ。はい、それを今回やっていこうと思います。はい、はい、まあ有名になりたい方法を知りたい人も、ライバーを応援する人も、5日間1のライブから目が離せないということで、僕が5日間もずっと1のライブでもバンバンマシンガトークやってきますから、はいはいはい、はい、これちょっと見てもらってということでやってもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、カメラ止めていっちゃう。あ、でもあれですか、でもなんかそんな言うて、そんなプロデュースするって言ったら結構17見といた方がいいんじゃないですか。どんな人が出ててとか、どんな感じかとか、よく見てるっていう手でいいんちゃう。いやでもプロデュースするんですよ。自分だけやる分にはいいですけど、まあ、プロデュース俺の実力舐めてる。今舐めてます。舐めてます。見た方がいいですから。
だってこんなせっかくプロデューサーを意気込んでますって。でなんか見てる素材とかも必要じゃないですか。見てるやいる。多分これ使うか。告知動画って挟んだ方がいいと思うんですよね。挟む。はい。キャプチャーしといて、でこれも使ってでいいんじゃないですか。これ見て。あこの映像も使う。あそうですね。あった方が。やめて。言ってやめて。これで使う。でこれ全部カットして、どっかいいリアクション取ったらだけ使って、で回しっぱでリアクション取ったら使って、で、ライブでこっちの映像もガッチャで。それでいいですか。ちょっと見とかなかな。僕はちょっと別のまま仕事やってくるんで。そうやな、はい、もう自分ではあれな、戦闘能力ゼロやから。え戦闘能力ゼロやから、自分では必要ないから。うん、そんな感じで。どうぞ。めっちゃおもろいよこいつ。何歳だこいつなあ。まあ見ててください。どうぞ。いやー、来ました、ね、はい、来ました。早くやりました。ナーさんが今ね、隣の部屋にいるんで。そう早速。声もあんま出さない方がいいですかね。ちょっとだけね、ほのかに聞こえるのかなぐらいですか、うん、大丈夫だと思うんですけどね。とりあえず、まあ、早めにやんなり間に合わないでやっていきますか。大丈夫だ、勉強してるの。こう見てこれ。これやばいぜよ、いざ。あ、ちょっと待って。この子1位なんや、マッキー。なんかやっていくか。俺はいくらあんねん、ほんで金が実際。金いくら持っとんねん、俺は。7000ポイントしかないんや。ちょっとぐらいで投げれるか。ちょっとぐらいで投げるな、これは。一番、おー、新劇さんだ、これ。二人が。ゆうちゃん、こんにちは。うん、花粉症ありますけどね。ラッキー袋、ショー、これを。花粉症の。一個投げてみたら。みなさんこんにちは。ゆうさんライバーフォローありがとうございます。こんな上位の子でもあるか。え、ラファエルさん、ラファエルさんありがとうございます。ラッキー袋。ちななもだいぶやってるから、ちななライバーの俺の認知度はすごいな。いや、知ってもらえてるってありがたいな。どうしよう。めっちゃ悪いやん、これどうしよう。めっちゃ全部行こう。じゃあ、あかん、ランケーブ見えた。無線の、あら、バレる。何やってんの。まずい。あ、で、この人今1位ね。ほんで、2位の人は。で、やべえ感じあるかな、そっちの方。ナチュラルやな。なんすいません。人気なんや。綺麗な顔してるな。3位の人も男性やん。イケメンやな。それでまたバーンってくるからスッって分けてる。だいぶ勉強したやろ。オッケー。大体分かった、今の17の流れ。ああこれがちょっと待ってください。腰痛いのと、もうちょっと見てもらっていいですか。腰痛いも謝るよ。今ちょっとめっちゃ痛い。今まで一番痛いんですよ。もうちょっと見た方がいいと思うんですよ。だいぶ見たけどな。プロデュースする方にもちょっと失礼じゃないですか、結構。もうちょっと見るか。いいですか、こっち大丈夫。はい、もうちょっと見てください。もうちょっと見るか。ちょっと詳しくはジャパンか。
すごい。あ、聞こえないだろ、大丈夫。ひげ剃ってねえから。すごいな、新喜劇みたいやん、この人。ありがとうございます、初見なのにフォローしていただいて。あ、こういうのいいな、外はロケ。もないカフェないっちゃん、こん中。かわいいな、それが。だ一番かわいいライバルって誰なの、逆に。知ってる人おらんねんけどな。マスダグリーだ。あれじいさんって何、ありがとう。何ほじった今。だってさ、基本的にいつも冷たいです、間違いない、間違いない。クール系、あ、ラファエルさん、え、ラファエルさん、はいはい、いいさ、早く早く、え、いいさ、早く動いて動いて、全然動いてない。え、僕ズルを動かして、え、僕ズルを担当で、逆にもっと動いてもらっていいですか、もっと。なんだなんだよ、待って待って動いてるだろ、おい。なんだよ、おい。頭脳担当ってなんだよ。そんなのあんのか。危ないけど、だからいいよ。それに動かしたな。はい、めっちゃいい。はい、じゃあ。めっちゃうまいっすね、昼。え、昼うまいっすね。まあね。そういうとこで働いた方がいいんじゃないですか。どういうことだよ、意味深だよ。やめたい。せーの、頭頭うおー、せーの、どうだ、どうだ、痛すげーぞ。すげーすげー、これはこれまだこっちやったら、こう動かす、こう動かす、足こう動いちゃった。こっちの方が重いの。こっち、こっちなんか、こっちの方が重いから、変わってから。ほら、こっちの方が軽い。暑い。てか、戻しますか、とりあえず、あっこ完成させて。もう完成じゃない、ほぼほぼね。ほぼほぼ完成。あの、とりあえずここバーッと広げるだけだから。オッケー、戻しても帰ろう。戻しても帰る、帰る。サボってる。もう疲れたね。一目散、一目散に DM で教えろ、教えろ、教えろ、 DM で。ラフさん、まだやってるね。寝てんじゃね、ラフさん。めっちゃ大変でしたね。めっちゃ大変。これっすよ。どうすか、どうすか、これ。あ、見て、こっちこっち。これだけでいいじゃん、これだけでいいじゃん。ちょっと今までできなかったからね。そう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 。やっぱいいっすね、フローリングね。いいね、あったかいね。これどんな、ランさんめっちゃビビるんじゃないですか、ほんまに。これでランさんもあの、あったかい人になるんじゃん。あの浴衣というかさ。あ、なるほどね。うん、家丸ごと温めちゃうっていう。裏設定、そういう裏設定って実は。そういう人になってほしいっていう意味を込めて。想像より弱くないですか、ほんまに。やばいわ、これこんなうまい、うまいこといくと思わなかったですけど、ほんまに。僕も、いや気持ちいいね。なんか家作る人の気持ちわかるわ。確かに。これじゃあもうカメラ仕掛けて。そう、もう帰ろうね。もうカメラ仕掛けて。もうじゃあ帰りますか。帰りますか。どこら辺がね、ここかな。表情見ないとかにして。ここでしょ。もうここ。ここ。クッションだな。これいいんじゃん。いいね。あ、こ、そっち2カメ、2カメて。2カメセットするよ。オッケー。ここだって2カメセットしました。もう入ってきた瞬間を。っていうやつと、もうここからもね、撮ってるんで。
何やってんのもう。え、きっしょきっしょきも全然電話出えへん、なんなん。何やってんのこれ、マジ。あいつらチャンネルガードが影響されすぎやで、ほんまに。これ絶対あかんやつやろ、絶対あかんやつやろ、賃貸で。これはマジで影響されすぎちゃう。何これ。お題がありまして、はい、縛りプレイで、うん、フレンチであるよく使うようなトリュフ、フォアグラを使って家のある何かを勝手にあと使って作ってくれっていう、結構無茶ぶりなんですけど、気まぐれクックフレンチは作らせたら、うまくいけるのか説みたいな。そんなんおかしいですね。じゃがいも食うですね。いい感じ、めっちゃいい感じ。やばいよ、うわすごい、本当にあなたはすごい。いやいやいや、やりきった。